タランタル型コルベットは、ソビエト、ロシア海軍のコルベットである。ソ連海軍の計画名は1241型大型ロケット艇である。1950年代、ソ連海軍では、沿岸警備を任務とする、大型魚雷艇を更新する新艦種として、大型ミサイル艇を開発した。これは、小型の艇体に、艦対艦ミサイルを搭載し、高速力と強力な打撃力とでもって沿岸部に接近した、敵輸送艦や、揚陸艦を撃破する哨戒艦艇であった。P-6 型魚雷艇の艇体を流用した最初のコマール型ミサイル艇の後、より本格的なオーサ型ミサイル艇が計画された。1960年代には、この計画に基づき多数の大型ミサイル艇が建造された。右より東側のミサイル艇の変遷。1970年代、ソ連海軍では、大型対戦艦や警備艦のような駆逐艦、巡洋艦級の大型水上戦闘艦を対戦任務に当てると同時に、陸上基地航空隊や潜水艦と並び小型ミサイル艦、大型ミサイル艇に対し対艦攻撃任務を与えていた。そのため、ミサイル艦艇はソ連海軍の誇る原子力潜水艦と並ぶ対艦攻撃の用として多数が建造されるに至った。こうした中、従来の205号計画形を代替し、ナヌチュカ型コルベットを補佐する新しい大型ミサイル艇の開発要求がソ連海軍より出された。これに対し、レニングラードのアルマース中央海洋設計局で立案、完成されたのが1241号計画、モールニアであった。これは大型ミサイル艇の決定版と呼べるものとなった。1241号計画の立案にあたっては、同一の艇体に、小工具機関を搭載する型と小打具機関を搭載する型、そして、ディーゼル機関のみを搭載する型を一元化することが、主要命題となっていた。小工具搭載型と小打具搭載型は、ミサイル艇、ディーゼル機関搭載型は、警備艦や小型対戦艦として使用されることが予定された。2種類の機関を搭載させるという技術的先見性により、1241号計画からは、その後長きにわたって、各種派生型が開発されることとなった。大型ミサイル艇として計画された、最初の派生型は、1241号計画、モールニア1型大型ミサイル艇と称した。この派生型は1隻のみが建造された。この派生型は、ミサイル艇を意味する R を付与して 1241R 型とも呼ばれた。1973年には TSMKB アルマースにおいて、この新型ミサイル艇計画は完成作業に入った。すべての1241型の一番艇となった R-5 は、1979年1月30日に TSMKB アルマースで完成した。その後、3隻の 1241.1 型が TSMKB アルマースで建造され、これら4隻が1241型の実質的な原型となった。NATO では、最初のタランタル級をタランタル I 型のコードネームで識別した。1241.1 号計画型大型ミサイル艇 1241.1 号。計画、モールニア1型大型ミサイル艇は、小工具機関と P-15M、テルミートにミサイルを搭載する1241型直径の発展型として設計された。一般に1241型大型ミサイル艇の第2世代に分類される。一番艦の名称から、キーロフスキー・コムソモーレツ級大型ミサイル艇とも呼ばれる。また、計画名称は 1241.1 型のほか、1241.1T 型、12411T 型、1241T 型などと呼ばれることもある。なお、T は搭載ミサイルのテルミートを暗示している。NATO では、タランタル2型のコードネームで識別した。また、第2世代のタランタル9の計画名称を、1241.1M であると分析していたが、これは誤りである。最終的にソ連海軍向けとして13隻の 1241.1 型が建造された。1241.1 型の艇体や武装は1241型と全く同一であったが、そのレーダーや射撃管制装置など電子装備は一新された。水上捜索レーダーは1241型のランゴウートに変え新型の 34K1 モノリートが搭載されることとなった。モノリートはモースト、マヤーク、メーチ、マッシーフからなる。水上捜索レーダーで、水上目標の捜索と照準を行うものであった。これが大型の円筒形ドーム内に収められ、1241.1 型以降のシリーズの外見上の特徴となった。ただし、1241.1 型の初期型艇には、グラー BM が搭載された。1241.1 型の主兵装は、当初は、新型の 3M80、モスキートの搭載が予定された。しかし、計画の遅れから、旧来の P-15 を改良した P-15M、テルミートが搭載されることとなった。P-15M、テルミートは、4機の発射塔に搭載された。このミサイルは1972年に完成された、艦隊艦がミサイルで、射程は 80km。重量は 2.5 トン、弾頭重量は 541.3kg であった。また、弾頭には通常弾頭と核弾頭が装備可能であった。対空砲火や水上及び陸上目標への砲撃に用いる両用砲として、1241.1 型の艇首には AK-176M 単装砲1機が搭載された。これは、ソ連海軍で幅広く使用された 76.2mm 速射砲で、毎分120発から130発の発射速度を持ち、最大射程 15.7km、射撃管制は、自動、半自動、手動の選択式であった。対空兵装は、艇尾に 9K38、イグラ対空ミサイルを搭載した。加えて、対空及び、水上の小目標に用いる機関砲として AK-630M6 砲身近接防御システム2機が搭載された。これは射程 8km の 30mm 機関砲で4000発から5000発の砲弾を搭載できた。1241.1 型の一部は後に輸出転売された。また、ロシア海軍へ継承された 1241.1 型の1隻は 1241.75 計画により改修を受けた。輸出向けの 1241RE5 計画、モールニア型大型ミサイル艇は外見上 1241.1 型と比べ環境上のレーダー覆いを装備しない点で異なっていた。これは 1241RE 型がモノリートレーダーを搭載していないことに由来した。代わって 1241RE 型が搭載したのは 206MR 型大型ミサイル艇などに搭載されたガルプーン E で大型のモノリートよりも能力の劣るものであった。搭載レーダーの変更により外見は 1241.1 型よりはむしろ 1241 型によく似るものとなった。このことから外見で艦艇を識別するNATOでは、1241.1 型の輸出型である 1241RE 型を最初の 1241 型と同じタランタル I 型に類別した。一番艦の R-26 は1980年に就役した。これは1981年にはリーガの教育センターで使用するためソ連海軍へ納入された。このセンターでは海外の1241型運用者のための訓練が行われた。これ以外の 1241RE 型は全隻が国外へ輸出された。最終的に 1241RE 型は25隻が建造されている。ガルプーンEのほか、1241RE 型には、射撃管制レーダーとして、MR-123、ビーンペル、後方レーダーとして、キバーチニ、または、ペチョーラ1、敵味方識別装置として、2RR が搭載された。ミサイルは、ソ連向けの P-15M、テルミート2の輸出型である、P-20、テルミート2が搭載された。太平洋艦隊で運用されていた 12411 型の、1隻 12411 号計画、モールニア M 型大型ミサイル艇は、1241.1 型の姉妹型として設計された。より新しい武装と電子装備を搭載することから1241型の発展型と言えるが、12411型の1番艇は1241.1 型の1番艇の翌年には竣工しており、実質的には並行して計画が進められていたと言える。1241型からの最大の改良点は、搭載対艦ミサイルを念願の 3M80、モスキートに変更したことであった。これは、航空母艦を除く中、小型の水上艦艇への攻撃用途に使用される中、単射程系の艦対艦がミサイルで、956型駆逐艦や 1155.1 型大型対戦艦に搭載されたことで知られた。1241.1 型では、2機のモスキート連装発射装置 KT-152M を搭載した。水上捜索レーダーは、1241.1 型から、引き続き 34K1 モノリートが搭載された。対空兵装としては、9K38 イグラ艦対空ミサイルと AK-630M 防空システム2機が搭載された。12411型の1隻、バルト艦隊のモルシャンスクこのほか、1241.1 型では、見送られたディーゼルガスタービン混載機関が搭載されたことも大きな変更点であった。1241.1 型では、出力8000馬力の M-510、ディーゼルエンジンを2機、24000馬力の70、ガスタービンエンジンを2機搭載し、最大速力 41KN を発揮した。コダグを搭載したことから、航続距離は大幅に向上し、12KN で2400海里、最大速力で400海里を航行可能となった。これにより、12411 型はより幅広い任務に用いることのできる、汎用哨戒艇に発展した。1番艇、R-46 は1980年3月に竣工し、それ以降スレドネネーフスキー造船工場で11隻、ハバーロフスク造船工場で22隻の同型艇が建造された。12411 型は合わせて34隻が建造された。NATO ではタランタル3型のコードネームで識別した。なお、ソ連での名称については 12411 型という計画名称のほか、1241.1M 型、1241.2P 型などと呼ばれることもある。M については改良型という意味ではなく、モスキートを暗示していると考えられている。また、1番艇の名称から R-46、QO 型ミサイル艇とも呼ばれる。太平洋艦隊で運用されていた 12411 型の1隻なお、12411 型の1隻 R-160 は、1997年に小型砲艦に改装され、艦名もMAC-160 と改められている。この改装に伴い、同艇は 3M80、モスキート対艦ミサイル発射機と 23K1、モノリート、レーダーコンプレックスを撤去し、代わって4機の17連装 140mm ロケット弾発射機 BM-14 から17を搭載している。加えて、同じく 12411 型の1隻は、試験的に近接防御システムを AK-630M2 機から新しいパラーシ1機に換装している。当初は R-239 が、改修候補に挙げられていたが、実際には R-62 工事が施された。この防空システムは、コール地区に代わる、新しい近接防空システムで、1994年に発表された。陸上運用型のパンチリ S1 と共通性を持った防空システムで、2門の6砲身 30mm 機関砲と2機の4連装艦対空ミサイル発射機を組み合わせた装置となっている。12411型の受けた改修としては、これらの他に R-47 が搭載するモスキート発射機のうち1機を新しい形式のものに換装する改修を受けている。ブルガリア海軍の 1241.2E 型ボードリ1241号計画をもとに対潜水艦哨戒、攻撃任務を司る小型対潜艦が開発された。この派生型は、1241.2P 号計画、モールニア2型小型対戦艦と命名された。NATO では、ロシア語で、雲を意味する、パウークという単語から考案した、パウクIのコードネームで呼んだ。日本では、パウクI型コルベット、または、ポークI型コルベットと呼んだ。1241.2P 型小型対戦艦は、ソナー MGK-345 ブローン座を搭載し、艦隊には固定式及び可変式の受信部が装備された。対空、水上捜索レーダーはミュースト、レイト、射撃管制レーダーは MR-123、ビインペル AM、後方レーダーはペチョーラ、電子戦システムはビインペル R2 を搭載した。動力機関は1241号計画当初の計画通り純ディゼルとされた。また、武装も対戦用に変更され、対艦ミサイル発射機に変えて、RGB-12 対戦ロケット弾を使用する、ルブ -1200、裏側5連装対戦ロケット発射機2機と固定式、400mm 単装魚雷発射艦4機が搭載された。対戦哨戒任務には、もっぱら対戦ヘリコプターとの共同で当たることとなっていた。1241.2P 型は、ソナーで捕捉した敵潜水艦に対し魚雷発射艦から発射される 400mm 対戦魚雷セット -40 で攻撃できた。加えて、艦尾からは BB-1 爆雷を投下できた。建造は、全艦が、ヤロスラーブリ造船工場で行われた。1番艦 MPK-140 は1977年に寄港し、1979年に竣工して、バルト艦隊に編入された。ブルガリアに元黒海艦隊所属艦2隻が輸出されているが、これについては輸出の際に、武装やレーダー類についての変更は行われておらず、実質的には、ソ連向けの 1241.2P 型と同型である。この2隻は 1241.2E 号計画型と呼ばれており、ソ連向け 1241.2P 型や一般の輸出型とは区別されている。1241.2P 型については8隻が建造され、そのうち2隻がソ連時代にブルガリア海軍に売却され、ソ連崩壊後に2隻がウクライナ海軍に、残る4隻がロシア海軍に継承された。諸事情により、還暦20年を待たず一部はすでに退役している。1番艦も1996年に退役した。1241.2 ポリエチレン号計画型あるいは1241ポリエチレン号計画型と呼ばれる対戦哨戒艇は 1241.2P 型小型対戦艦の輸出型として開発された。NATO は、パウク2、日本では、パウク2、または、ポーク2のコードネームで識別した。この派生型は、400mm 単装魚雷発射艦4機に変えて 533mm 連装魚雷発射艦2機を搭載した。この発射艦からは、53から65、携帯戦魚雷やセット -65E が発射できた。また、哨戒任務一般におけるより高い能力をもたらすため、対空、対水上レーダーも大型の MR-352 ポジチーフ E が搭載されている。これは、1241.7 型や 141.8 型大型ミサイル艇に搭載されたものと同様の捜索レーダーである。このうち、1990年から1991年にかけてイラク向けに寄港された3隻はイラクに対する国際的な禁輸措置から納入は見送られた。寄港された3隻のうち最後に寄港された MPK-293 は解体、建造された MPK-291 と MPK-292 の2隻はロシア本国で運用されることとなった。2隻は当初黒海艦隊へ編入されたが1996年には海軍を除籍の上のボロシースクに根拠地を置く国境軍に移管、国境警備官に類別を変更され、その後それぞれのボロシースク、クバーニと改称された。なお、この2隻は国境軍への移籍に伴い監視を改めたため 1241.2 ポリエチレン合計核型国境警備官と呼ばれている。ただし、装備の変更は行われておらず、小型対戦艦時代と同様 533mm 連装魚雷発射管を搭載している。2007年現在、両艦ともに現役である。このほか、1241.2 ポリエチレン型は、インド向けに4隻、キューバ向けに1隻が建造されている。建造は、全艦ともヤロスラーブリ造船工場で行われた。ソ連では、ソ連国家保安委員会の管轄下に、国境警備を任務とする、国境軍海上局が存在した。ここでは、各地の沿岸海域で、警備任務を実施する、国境警備官が運用されていた。1970年代になると、それまでの 205P 合計核型国境警備官の代替が必要とされてきたため、1241.2 号計画の一環となる新しい国境警備官の発注が KGB に売り出された。この派生型は 1241.2 号計画、モールニア2型国境警備官と命名された。NATO では 1241.2 型に対するのと同じ I の識別番号が与えられ、パウク I、日本ではパウク I、またはポーク I のコードネームで呼んだ。1241.2 型国境警備艦の一番艦 PSKR-800 は当初海軍向けの小型対戦艦 MPK-12 として寄港された。これが浸水後にKGB に移譲され、国境警備官に監守替えされた。一番艦の寄港は1976年で、ナホトカで実戦配備に就いたのは1980年のことであった。最終的に 1241.2 型は21隻が建造され、一番艦を含む9隻がブラジボストーク造船工場で、残る12隻がヤロスラーブリ造船工場で建造された。基本装備は小型対戦艦型と同様である。1241.1 号計画をもとに 1241.7 号計画が立案された。NATO はこれをタランタル通海と呼んだ。この計画に沿って建造された艇は R-71 の1隻のみであった。改修の主眼となったのは従来の AK-630 M 防空システムを新型の高射ミサイル、火砲コンプレックス 3M87 コール地区に換装したことであった。コール地区は自立自動制御の防空システムで昼夜を問わず全天候能力を有していた。使用するミサイルは QM311K で 2K22 システムに使用された QM311。を元に開発された艦対空単射程ミサイルであった。発射は自動で行われ、電波信号によって誘導された。停止したものを含め秒速500メートルまでの速力を持つ空中の目標を迎撃できた。弾体は全長 2.65 メートル、弾頭重量 9kg、最高速度秒速900メートルであった。コール地区はこのミサイルの発射機2機を装備していた。それに加え、2機の 30mm6 砲新機関砲 6K30GSH を装備した。これは、航空機用の GSH-30 機関砲6、門を束ねたもので、毎分1万発の発射速度を誇った。コール地区は、レーダーと暗号計算機、照準装置、誘導装置、安定装置からなっていた。システムは一度に6目標まで追尾可能で、ミサイルは高度 4km までの距離 8km から 1.5km まで、機関砲は 500m までの近距離において使用されることとなっていた。目標には、低からの近距離における巡航ミサイル、航空機、ヘリコプター、誘導爆弾が想定されていた。1989年から1992年にかけて実施された中期修理の際に R-71 の搭載するコール地区は試作型から量産型に換装された。しかし、最終的にコール地区装備一式は撤去され、2007年現在 R-71 は主砲以外に防空兵装を搭載しない状態で現役を継続している。その後、1241.1 型のさらなる発展型として 1241.8 号計画が立案された。NATO ではタランタル4回と呼んだ。1241.8 型は新しい 3M24E、ウラーン E を搭載することで他の派生型とは一線を画していた。3M24、ウランを小型戦闘艦艇に搭載する試みは、1241.8 型大型ミサイル艇と 1234.7 型小型ミサイル艦に結実した。1241.8 型は、艇の構成全体に変更は加えられなかったものの、従来の 1241.1 型とは全く異なる配置で4連装4機16門のミサイル発射機を装備した。このミサイルは、射程約 130km の亜音速、巡航シースキマー艦対艦ミサイルで、航空母艦を主目標とする従来の長射程対艦がミサイルとそれ以外の水上艦艇を主目標とする中、短射程対艦ミサイルを統合する新系列のミサイルであった。3M24、ウラーンは、空対艦ミサイル KH-35 の派生型としてズベズダ設計局で開発された。能力は低くないものの、同世代の 3M55、オーニクスや 3M54、カリブルの射程 300km に比べると見劣りし、主として海外への輸出艦艇に搭載されている。このミサイルを最初に装備した艦艇もドイツ、民主共和国製の151号計画型であった。ただし、東ドイツ海軍が西ドイツ海軍に吸収合併された際に、ザスニッツ級のウラーンシステム一式はソ連に返却されており、その後ポーランド向けに建造された派生型660型、ミサイル艇3隻も、ウラーンではなくソブの RBS-15 を採用している。ソ連ロシア海軍の艦艇では、比較的少数の艦艇にしか搭載されていないが、新型の警備艦である 2380 号計画型や 11661 K 号計画、ゲパールト型警備艦などに採用されている。このほか、1241.8 型は、対空兵装として 9K310、イグラ -1 艦対空ミサイルと AK-630M を搭載した。レーダーは、主省上に MR-352、ポジティーフ E 対空、水上捜索レーダーを搭載している。冷戦終結の影響で、1241.8 号、計画は事実上中止された。しかし、インドで、派生型 1241.8ME 型として、復活することになった。インドで建造された2隻の 1241.8ME 型は一部装備が大きく変更されている。主砲は、イタリアオートブレーダ、オートメラーラ製62口径 76mm 単装速射砲が搭載されている。この派生型は、1241.8 改め型、あるいは 1241RE 改め型と呼ばれることがある。インドの 1231.8ME 型については、同じく、インドで建造された 25A 型ミサイルコルベットとの間に、武装やセンサー類に共通性が見られるとされる。レーダーには、MR-352、ポジチーフ E、ガルプーンバール E、射撃管制レーダー、ベルリンクスが搭載されている。ベルリンクスは 76mm 砲と AK-630M を投御する。この型は、計画では4隻建造となっている。対空ミサイルは 9K32M、ストレーラ -2M を搭載している。1241.9 号計画、モールニア型大型ミサイル艇は 12411 型の派生型で1981年から1995年にかけてスレドネネーフスキー造船工場にて13隻が建造された。武装は 12411 型と同様の 3M80 モスキート連装発射機2機であったが、動力機関が純ディーゼルに変更されたのが最大の修正点であった。1242.1 号計画、モールニア型大型ミサイル艇は 1241.8 型、同様 1241.1 型の発展型として計画された。使用目的は従来と同じ沿岸警備と水上艦艇の撃破で、1241.8 型が 3M24、ウランを採用したのに対し、12411 型、同様 3M80E、モスキート対艦ミサイルを搭載した。1242.1 型では、3M80E、モスキートは現存するすべての対空防御システムを克服し、海上のあらゆる戦術的目標を撃破する能力が保証されているとされた。レーダーはポジチーフが搭載され、動力機関は M-75E が搭載された。その他の諸装備は 1241.8 型に準ずるものとされている。この計画は R-5 が建造されたのみで終了している。1241号計画の基本的な停滞構造は、従来の205号計画のそれを踏襲していた。すなわち、艇体は、高性で、平ら甲板を持ち、原則にはしのげなみ性を高めるためのナックルが、設けられていた。艇内は、9の水防区画に分けられていた。上部構造は、軽合金でできていた。主機は、隣接した2つの区画に配置された。2倍膨張機関は、最高速度を発揮する際のブーストに用いられた。機関室はガスタービン機関とディーゼル機関に対応できるよう設計されていた。1241型各型の搭載機関は計画当初の予定通り、コゴーグ、コダグ、純ディーゼルの3種類が製造された。このうち大型ミサイル艇として建造された派生型にはコゴーグかコダグが搭載された。12411T 型は、巡航用ガスタービン機関 M-75 の2機と、ガスタービン機関 M-70 の2機からなる M-15 機関を搭載した。1隻のみ建造された、コダグ搭載艇については、M-510 ディーゼル2機と M-70 ガスタービン2機の組み合わせとなった。1241.8 型も 12411D 型同様にコゴーグを搭載している。また、輸出型の 1241RE 型には 12411D 型と同様の内訳からなる M-15E 機関が搭載された。これは M-15 機関の輸出型にあたるコゴーグ機関である。一方、コダグ搭載型として開発された 12411 型には、2000馬力の巡航用ディーゼル機関 M-510 を2機、6000馬力のブースト用ガスタービン機関 M-75 を2機、合わせて16000馬力のコダグ機関が搭載された。主兵装となる艦対艦ミサイルは、当初の計画では、最初から 3M80、モスキートを搭載するはずであった。しかし、このミサイルの開発の遅れから、初期の派生型で P-15M、テルミートが、後期の派生型では、3M80、モスキートや 3M24、ウランが搭載されることとなった。主砲は、インドで建造された2隻の 1241.8 型を除き、すべての艇が 76mm 単装量用砲 AK-176M を搭載した。対空兵装は、艇によって異なるものが装備された。基本的には、補完防空ミサイル発射機1機と AK-630M 近接防空システムの組み合わせが採用された。搭載された防空ミサイルシステムは QM32M ミサイルを使用する 9K32M、ストレラ -2M、QM36 ミサイルを使用する 9K34、ストレラ -3、QM313 ミサイルを使用する 9K310、イグラ -1、QM39 ミサイルを使用する 9K38、イグラであった。このほか、1241.75 計画により、従来の AK-630M 防空システムを、新型の高射ミサイル、火砲コンプレックス 3M87、コール地区に換装した艇が建造された。この防空システムは、30mm6 砲新機関砲 6K30、GSH-2 機と QM311、K艦対空ミサイルとを組み合わせた防空システムで、ソ連末期の1989年に登場した。しかし、この計画は1隻のみの建造で終了された。ソ連向けには98隻が建造され、海軍や国境警備隊で運用された。一部は、その後海外へ転売されている。ロシア海軍に継承後も、2005年現在で23隻のタランタル型を保有していた。その後も、12411 型を中心に、各艦隊で運用が継続されている。艇の名称は、ソ連時代にはそのほとんどが、ミサイル艇を表す R に番号を組み合わせた単純なものであったが、ロシア海軍になってから一部の艇に、固有の名称が与えられるようになった。また、一部の艇は、ソ連時代に共産主義を記念する艇名が与えられていたが、それらは一括して、ソ連崩壊後に解消された。現在、ロシア海軍で運用する1241型に用いられている名称は、都市名か、都市、地方などにちなんだ名称である。以下に一覧を示す。なお、造船所所在地名は、現在の名称で、建造当時の名称とは異なる場合がある。1241型から1隻 12411、T 型から12隻 1241.7 型から、1隻 12411 型から33、1隻 1242.1 型から1隻 1241RE 型25隻ソ連時代より、各艦隊への配備状況は、以下の通り。ブルガリアでは、人民共和国時代の1989年に、ソ連の黒海艦隊より 1241.1 型の2番艦、ポルターフスキー・コムソモーレツを輸入、No.101 ムールニアと改名の上海軍へ編入した。ブルガリアでは、1241.1 型は 1241.1 号、計画、ムールニア型大型ミサイル艇と呼ばれた。2007年現在、ムールニアは現役状態にある。また、この他に、ブルガリア海軍では2隻の 1241.2E 型小型対戦艦も保有している。1989年から1992年にかけて導入された2隻は、元黒海艦隊所属艦で、ソ連では1989年2隻の艦は、MPK-146、1992年1隻の艦は MPK-124 と呼ばれた。ブルガリア海軍での収益にあたり、これらはそれぞれNo.13 レシーテルに、No.1 フォーボードリと命名された。2007年現在、2隻は現役状態にある。ポーランド海軍の 1241RE 型。ロルニクポーランド海軍の 1241RE 型メタロビエツ主要運用国の一つとなった。ポーランド海軍では人民共和国時代の1983年から1989年にかけて4隻の 1241RE 型を導入した。4隻はポーランド海軍の主要戦闘艦艇が所属するグディニャの第3分艦隊に所属した。ポーランドでは、このミサイル艇は 1241RE5 計画、モーニア型ミサイル艦と呼ばれた。ロシア語のモールニアに相当するポーランド語の単語はブイスカビツァであるが、ポーランド海軍ではロシア語単語のポーランド語訳ではなく、そのポーランド語転写を計画一句名として用いた。ポーランド海軍に就役した艦は以下の通り。このうち初期の2隻が665計画型ミサイル艇の就役に伴い退役し、残る2隻も2013年除籍された。ソ連から独立を果たしたウクライナでは、ポーランドとは異なり、1241型の計画一句名、モールニアをウクライナ語に翻訳して、ブルイスカーウカとし、12411T5 計画、ブルイスカーウカ型ミサイルコルベットと呼んだ。ウクライナ海軍で保有された1241型大型ミサイル艇は、2隻の 12411T 型で、ソ連時代の小型対戦艦が、対戦コルベットに分類されたのに対し、大型ミサイル艇は、ミサイルコルベットに分類された。実際に運用されたのはこのうち1隻のみであったが、これは2006年にオーバーホールを受け、1124型対戦コルベットと、共に、ウクライナ海軍の主力艦艇となっている。また、ウクライナ海軍では他に、姉妹型の 1241.2P 型小型対戦艦2隻が運用されており、ウクライナ国家国境庁のウクライナ海上警備隊でも 1241.2 型国境警備艦3隻が運用されている。ウクライナ海軍の所属艇は以下の通り。なお、プルイドニプロービアはウクライナ海軍時代当初2002年のオーバーホール施行まではウクライナの都市名にちなんだニーコポリ、ソ連時代後半はクラスのダールのコムソモールインという意味のクラスノダールスキーコムソモーレツで呼ばれた。クレメンチュークについては、ソ連時代後半は、クーイブイシェフのコムソモールインという意味の、クーイブイシェフスキーコムソモーレツで呼ばれた。また、ウクライナ海軍には、以下のような 1241.2P 型対戦コルベットが所属している。このほか、海上警備隊には、以下のような 1241.2 型海上警備艦が、所属している。これらは、ソ連時代は、KGB 海上部のバラクラーバ所属第5戦隊にて、運用されていた。ペーネミュンで軍事試験所に保存される旧、東ドイツ海軍のハンス・バイムラードイツ、民主共和国の人民海軍では、それまでの205型大型ミサイル艇を置き換える、目的で 1241RE 型の導入を実施した。ドイツでは、このミサイル艇は 1241R 型対艦ミサイルコルベットと命名され、5隻が購入された。最初の艇は1984年に竣工し、最後の艇が竣工したのは1986年のことであった。ソ連での工場番号は、ナンバー01713からナンバー01717が与えられ、その後、各艇には、東ドイツの偉人の名前が与えられた。艦番号は当初は700番台で呼ばれたが、後に500番台に改められた。したがって、元の771は571となった。しかし、1241R 型はいずれも1990年10月3日のドイツ再統一によって短命に終わった。実質的に全員艇がこの日に現役を退いた。各艇は1991年12月31日付で保管状態に入れられ、後に席を残して解体された。人民海軍に導入された 1241R 型は以下の通り。アメリカ合衆国で保存される、非電勢ドイツ再統一後、旧東ドイツ海軍に所属した 1241R 型のうちルードルフ・エーゲルホーファー1隻のみが1992年までドイツ海軍に在籍した。ドイツ海軍では、旧 1241R 型は621型ミサイルコルベットと呼ばれ、ルードルフ・エーゲルホーファーは、バルト海の非電勢島にちなみ、非電勢と解消された。艇番号も571から R6166 に改められた。しかし、非電勢がドイツ海軍で本格運用されることはなく、1992年には除籍された。ドイツ海軍の非電勢は、1991年11月に調査のためアメリカ合衆国へ引き渡された。1996年10月にはアメリカ海軍を除籍され、マサチューセッツ州のフォールリバーで保存艦となった。インドでは1241型は1241計画型ミサイルコルベットあるいはビール級ミサイルコルベットと呼ばれている。インド海軍ではソ連より中古艇を購入するとともに、国内で 12,411E 号計画の元ライセンス生産も行っている。ライセンス生産にあたり、インドでは$3000万を支払ったとされている。造船所は、ムンバイのマザゴン船巨株式会社とゴアバスコダガマのゴア造船所株式会社が充てられている。2006年までに以下のような艇がインド海軍に所属している。1241RE 型5隻 12411E 型6隻 1241.8ME 型2隻このうち K91 と K92 は 3M24E ウラン対艦ミサイルを搭載する最新の 1241.8 型で、残りは 1241RE 型と、そのライセンス生産型の 12411E 型となっている。今後、1241RE 型についても 1241.8 型仕様へ改修する計画がある。アバイ級また、インド海軍にはこの他に4隻の 1241.2 ポリエチレン型小型対戦艦も導入されている。1989年から1991年にかけて導入された4隻のソ連時代の名称は、MPK-221、MPK-218、MPK-206、MPK-208 であった。これらはインドでは1241、ポリエチレン計画型対戦コルベットあるいは、アバイ級対戦コルベットの名で呼ばれている。納入されたのは、以下の4隻。ルーマニアでは 1241RE 型が3隻、導入されており、ルーマニア海軍において運用中である。ルーマニアでは、1241型は、ミサイルコルベットに類別されており、1番艇の名称から、ズボルル級とも呼ばれている。なお、1番艦については、元はイラクへ引き渡すはずが中止されたもの。ソ連ロシアでの名称は、それぞれ R-600、R-601、R-602 であった。ベトナムでは、3M80、モスキート対艦ミサイル搭載の 1241.1 型大型ミサイル艇が4隻導入されており、巡視艇として人民海軍において運用中である。また、2004年にはさらに8隻の 1241 型が発注されており、このうち2隻は、ルイービンスクの NPO、ビーンペルが受注している。また、ホーチミンの造船所における 1241.8 型の建造計画もある。ベトナム人民海軍の 1241RE 型は、以下の通り。イエメン海軍の第971号艇イエメンでは 1241RE 型1隻が導入されており、イエメン海軍において運用中である。イエメン海軍の 1241RE 型は以下の通り。キューバ海軍には1隻の 1241.2 ポリエチレン型小型対戦艦が導入されているが、1241型大型ミサイル艇は導入されていない。イラク海軍には1990年にソ連海軍から R-600 が引き渡される予定であったが、湾岸戦争やその後の国際情勢の影響で中止されている。また、1242ポリエチレン型小型対戦艦3隻の輸出も予定されていたが、同様の理由で中止された。西側では、中国人民解放軍海軍においても 1241RE 型を運用するという分析を行ったことがあった。しかし、実際に配備されたのは、中国国産の037通型ミサイル艇であった。これは、ソ連で1950年代に設計された201型小型対戦艦から開発された対戦哨戒艇037型が元となっており、ディーゼル機関を搭載する。速力、武装、電子装備、すべての面で 1241RE 型に性能は及ばない。その後、中国では国産の022型ミサイル艇も2004年から配備されている。これは、戦型は、双胴の船体の間に水面から離れたもう一つの船体を加えたもので、オーストラリアで開発されたいわゆるウェーブピアサー船型と酷似している。オーストラリアから民間船として技術導入し、軍事転用した船である。ウェーブピアサーは、船体抵抗の大幅な減少を狙って極端に細長い船体を利用、復元性能を確保するために創造とした旅客船の建造から始まったものだが、構造上の問題もあって、外洋での航海を目指したものではなかった。外洋での運航には、ある程度以上の船の長さが必要で、その点から考えると、本艇は沿海域での運用を考えたものだろう。性能の詳細は不明だが、排水量200トン程度、ウォータージェット4機を有し速力は 30KN 以上と考えられている。兵装は、対艦ミサイル発射機4連装発射機2機、AK-630-30mm、近接防御システム1機。ポーランド語版の参考資料。1241RE 型のシルエットロシア海軍黒海艦隊の公式ページにおける線画ページ。ありがとうございます。